よし、じゃあ続きからやっていきましょうか。前回が、まあ私一人ぼっちになったということですよ。たけし、こっち行ってもね、たけしが誰もいないと、悲しい男でございます。はい。まあまさしく現代の僕ですね。ありがとうございます。XBOT、あれ？あ、違う、こっちか。あれ？メニュー？あ、ちょっと待ってください。ごめんなさい。変なの出た。こうか。OK。よし、じゃあグラスボールをゲットしたので、どっち行こうかな。二箇所行くとこあったんですよね。いや、こっちなんかは選択肢多そうなので、まずこっち行きます。音が消えるのがすごい怖い。で、ここは特に探しても、あ、ここはまだ開かないんだ。じゃあどっちにしても下に行かないといけない感じかな。まだ青に出てないんでね、いつ出てくるかわかんないんだけど。さて、どうしようか。ここ、んー、どっから行く？なんかあるな。It record of every before drop hospital has ever had. 何を言ってるかわかりません。This record plus 1000。ああ、あれですね。多分1800円欲しいから、ここに寄付しておいてくださいって意味ですね。なるほど。じゃあ次。あー、ちょっと待って、でも鍵がある。来るかな？まだ、いや、でもこの鍵取ったら来るってことも全然あり得るな。とりあえずちょっと周りだけちょっとまず探索したいのでいいですかね。ちょっと探索だけさせていただいて。でも探索しなくてもこれ多分なんか、重要なやつは光っ、あ、ってか、タンス入れないの？あれ？あ、今回の青にもしかしてタンス NG ですか？あ、そういうことか。これ多分動かせるよね。あ、OK。早い。素晴らしい。佐川もびっくり。あは？あー、うん。OK、OK、OK、OK。大丈夫。これで、こうするでしょ？で、こうして、こうする。これで OK。よし。なんて言ったのかな？ん？バスルーム。バスルームの鍵をゲット。よし。で、S キーでセーブだよね。オッケー。よし。バスキー。お風呂。お風呂場？どっかにお風呂場があるのかな？この下は。あ、ここ行けないのか。お風呂場って青、でも最初にもらう鍵って、あ、でも最初にもらった鍵はもうあれか。キッチンか。2個目の鍵だとして、ん？ It's far too dark down. I can, 暗いってことだから、なんか明かりを持ってこい的な感じだから、ま、だいたいマッチとかだよ。多分ライターとか、ライターオイルとかがゲットできるって感じかな。で、これは？あ、バスルーム。ガタガタ様、ヒロシ。たけし、Are you okay? We are, これ多分、震えてるっていう表現だよね、これ多分。ガタガタ言ってよ、ガタガタ様。ほら、ガタ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 言えよ。あ、言わないですね。たけし？ここだけちょっと青にリスペクトしてほしいな。ガタ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 ってローマ字で書いてほしい。たけし？たけし？ What are you doing? あ、落としてた。ん？なに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 ？なんか、車のペダルみたいなのと落としたんだけど、何これ？バッテリー、ほう。バッテリーだと、バッテリーってエレベーターとかのバッテリー？ちょっとよくわかんないな。で、ここのとこ、なぜかここがいけないと。なるほど。で、たけしがいたところに特に何も置いてあるわけではない。バッテリーをまあ入手できた。で、じゃあ今度こっち行きましょうか。ごめんなさい、ちょっともう一回セーブしといていい？セーブして、なんかいつ来るか、もう来そうな気がするんだよね。そうですね。明日天気になーれと言ってる感じですね。いやー、厳しいな、この読むやつ。トランクさん、電子辞書どうしたんですかって、ごめんなさい、パート3から見ますので。これ何？ん？服？ジーパン？ほう、パンツ。どうした？パンツに反応してんだけど。どうした？パンツに反応したぞ。やばい。ん？ I could jump over the bad world. あは？そうですね。インターナショナルスクールに将来行きたいなって意味だと思いますね。はい。
そうですね、これはトライアングルっていうゲーム実況者がすごい最高だからベリーベリーハッピーだぜみたいな、そういう感じですね。素晴らしい、ありがとう宣伝。やっぱちょっとそろそろ本気でやんないとちょっとみんな見なくなっちゃうからさ気分ピーポーオブあーあはあーティームオブ、そうですね、いっぱいな人がいますと、はい、そういうことでございます。はい、んやばい、ちょ本気は無理だな。 I don't like まあ、要はここを book shell down to get past、 まだいけないってことだよねいや難しいぞこれ。トランさん一回一回これ下手したらボケないと。え、でもって、そういえばもう行くとこないじゃん。え、もうダメじゃんこれ。あれ、え、どうすんの。え、あ、なんかある、なんかある、なんかある。あれ、こんなとこにあった、こんな。え、なかったよねこれ。え、絶対これないって。ん、なに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 、何ゲットした。フラッシュライト。あ、なるほど。じゃあ、うん。あ、これをバッテリーを、あー、素晴らしい。バッテリーをフラッシュライトに入れたら、オンになったと。なるほどね。よし。じゃあ、しか暗くていけないっていうところ行ってみようか。よし。頼もう。お邪魔しま。帰りたい。帰りたい。行きましょう。はあ、怖いよ。っていうわけでもないんだけど、あの僕は青にいっぱいやってるんで、いや怖いよ。先言っときますよ、普通に怖いです。今一瞬見えたけど、どんな感じなんだろう。スピードが速いのか。いやでもさすがにこのスピードと一緒だよね。さすがにヒロシより速いっていうのは無理でしょう。どっから来る？絶対来るでしょ。図書室、あ、なんかアイテム取ったらだろうな、こういうのって大体。アイテム取ったら、襲ってくる的なやつだと思うから、とりあえずアイテムが出てきたらもう警戒しよう。うん、さすがにね、その、なんだろう。最初はいきなり出てこないと。こっから多分、あの、最初のイベント終わったら、こっからいきなり、その、鬼が出てくるようになると思うんだよね。お前が、お前が得た鬼か。あ、かっこいい。あ、ちょっとかっこいい。イケメンじゃない？あれ？かっこいいぞ。いいですね。素晴らしいと思います。下手鬼くん。いいね、かっこいい。片目がすごい塞がっております。え？優しいね。結構、あ、最初だからすごい優しくして、あ、わかった。この部屋から出たら OK だったみたいな感じかな。おそらく、こっから、ランダムに出てくるんじゃないのかなと思うんですが、さすがにもう出てこないよね。ここ。ん？カードキー。カードキー。1階のカードキー。ほう。あ、ここかな？ここが入れるようになった的な感じ？ここ選べない。ワッケン？ん？ What do you do？ どっかでか、あれ？どっかなんか閉まってるところあった？ああの、なるほど。階段の上か。あの、さっき僕が、なんか、二つに分かれてたところで、その、あ、ここはいけないんだって言ってたところなんじゃないかな。こっからでも、いきなり、下手鬼が来るようになると思うからね。多分だけど、いきなりで。てか、電気つくようになったね、そういえば。いや、でも、でも来るんでしょ、いきなり。知ってるんやで？知ってるんやで？一回カードキー？オッケー。開いたぜ、ドア。開け、夢の扉。で、扉が閉まってる。いや、絶対いきなり来るようになるでしょ。最初のイベントだけだって絶対優しいの。で、こっちはいけない。いやー、ちょっと待って、これこそ青鬼だ。久々に来たぞ、このドキドキ感。なんか、前までね、青鬼実況やってた時って何回もクリアしてるから、もうどこで青鬼が来るかとか分かってたんで、あれなんですけど、今回は多分ノーイベントだと思うから、いきなりパッて出て、まあ、一定の場所に行かないと、まあ、出てこないとは思うんですけど、その一定の場所が僕分かんないから、いきなり出てくると一緒なんですよね。うん。ここのタンスは？え、タンス入れないの？青鬼としてどうなんでしょうか。じゃあこっち行ってみようか。がっ！びっくりした。ん？びっくりしたもん。え、入れるのこれは？入
入れないじゃん。なんで開けるだけ開けれるの？じゃあ開けとこう。うん、それ僕は開けるという選択肢をしとくわ。ん？あー、パスワード？ほう。なん？なんかパスワードを探す。やばい、ちょっと待って。英語だからさ、これパスワードの解読とかさ、例えば文字で解読しないといけないとかだったら僕詰むんだけど。まあ、それこそ電子辞書を使わないといけないかなとは思うんですけど。さあ、とりあえずセーブしといて。じゃあ今度、右行ってみましょうか。多分右にパスワードのなんかが、ん？洗濯機？入らない。ほう。いけない。ここ？なんだこの無駄なスペース。なんか、なんとか作り、え？ほう。え？もう行くとこないですよ。あの謎を解かないといけないってこと？当てずっぽですか？え？いや、当てずっぽ無理でしょ、この確率。開いてたっけさっきまで。え、開いてた？開いてないよね。お邪魔しマンドラグラ。ん、青鬼が出てきそうな予感がするんですが大丈夫ですか？これはなんだ？ん、何これ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 何、ダンシングに一瞬見えた。ドゥナッシング、ダンシングに見えた。